さあ J-WAVE Hello World、 今夜のテーマは不惑の女性大歓迎、女性限定お悩み相談室。番組後半も今夜のゲスト、時あさこさん、熊切あさみさん、女性から届いたお悩みを、解決していただきます。さあいろいろ来ておりますので、もうちょっとパンチ効いたお悩み欲しいですけど ね、 もうちょっと ね、 ねせっかくですから、ください。加藤さん、どうでもいいかもしれないけど、私おっさんみたいです。え、ズボラというか、なぜかトキさんにシンパシーを感じるのはなぜかしら。ズボラを直すコツ知りたいです。え、それなんかこの流れだとズボラって言われてトキさんをズボラってなんか言わんばかりの感じのとこありますけど。あ、でもまあズボラだと思います。私も教えてほしいですよ。はい、直す、あのね、よく言われるんですよ、友達に。どの辺がズボラなんですか。買い物が下手だってすごい言われるんですよ、ね。家電と か、まあ、か硬いものがあんまりこう興味ないんですよ、ね、柔らかいものそう、柔らかい、例えば食べ物とか。あ、そういうのはいいけど、そういうものはこう、ね、自分でもそんなに変な買い物はしてないと思うんですけど、まあ、こういうなんか液晶物とか、そういうね、まあでもそんなのしょっちゅう買わないですからね。家電買うとき、ね、ツイートしてください。もうすぐもうアドバイスできるので。家電強いんですか。もう硬いもん強いですよ。いやだから家電 DJ ですか、ね。この間もお風呂で見られるなんか DVD プレイヤー、あ、テレビを買おうと思ったら、うん、なんかただのポータブル、うん、え、買っちゃったんですか。はい。買う前に聞いたらよかった。全然もう言ってくださいよ。私だからそのいろんな家電、はい、結構まあちゃんとしたいろいろね、ちゃんとしたっていうか、テレビとか、そういうものも、はい、あの量販なんですか、あの電気屋さんじゃなくて。うん、どこで買われるんですか。なんとか法廷みたいなところ。あ、なるほどね。そうそう、それこそ米田コーヒーでお茶飲んだ後にみたいな。そうそうそう、ポンって買っちゃって、もうほんとダメだねって言われて、ね、あの別にね、そこがダメだってわけじゃないんですけど、それでちゃんと自分の目的を果たせないっていうか、パッと買っちゃうから、パッと買っちゃう、ちょっと考えてる、うん、いやもうそのちょっと買いに行く、うん、ちょっと手前にちょっと聞いてくれれば、そっか。でも熊切さんはどうですか、しっかり者。いや私なんかでもそういう高い買い物みたいなのは一応調べてから、ちゃんとね、なんかだって処分するのも大変だし、うん、そうですよ、間違っちゃった時に一応調べるんですけど、でも性格自体は結構ズボラです、うん、あ、そうなんだ、直せますか、直すコツ。うーん、まあ私は何とも言えないですけどズボラですか。でもあのやっぱりしっかりしてる友達を見つけるっていう、あのそういうことがあるときにダメよこんなんじゃっていうことを言ってくれる人をね、うん、とか、あとはもうその頼る、 そこはさっき他力本がダメって言ったけど、そういうところはそれはいいじゃないですか、それは頼っていいんじゃないですか。そうそうそう、そう、分かんないからちょっとっていうので、ああもう言ってもう彼になったら、うん、しっかり者と一緒にいるとね、そのズボラな部分も笑ってもらったりとかするから、ちょっと気が楽になりますけど、どうですか、ね、気をつけて。いやでも確かに似たような友達といるとそれでいいやって思っちゃうんですけど、ちゃんとした友達ともたまに遊ぶようにしてます、うん、ちゃんとした、ちゃんとしたたまに、いや友達がみんなあるみたいですけど、いやいやいや、たまにはねやっぱりね、ちゃんと刺激を受けながらいろんな方と会って、うん、ってはい、ね、でそういうところからちょっと自分ももちろん直さないかんなとか、ね、まあ手本がいるとね、近くにいると、うん、あこういう時こうするんだこの人とかね、そういうところで勉強、上品な仕草してる方とかがいるとね、所作がね、所作がとかっていうね、うん、でちょっとそういうこう周りにいるちょっとしっかり者と行動を共にしてみましょうと、はい、続いて匿名さんです。会社の人と飲み会で意気投合、酔った勢いでお手をつないだら惚れてしまいました。恋ネタ。なるほどね。酔った勢いで、まあ、ちょっと手をつないだら、手をつないだだけですが、触れ合った瞬間この人かもしれないと思ってしまいました、熊切さん、時さん、こういう気持ち分かってもらいたいです。その日以後会社の人とは何の進展もありませんが、自分からアクションを起こしてもいいのか悩んでいます。まあ同じ職場の人と恋愛すると面倒だっていう意見もあるんですけど、どうでしょうかっていう期待をいよいよ分かる気がする。お、分かります。なんか手とかつないじゃってちょっと気になってたり、いいなとか思ってた人と手つないだったら、あれって期待しちゃうかもしれないですね。これね、だって会社の人と飲み会でテーブルの下では何が行われてるか分かりませんね。そういうことですよね。そうですね。でもこの方はちょっと躊躇してるというか、特にねアタックしてるわけではないですね。言うのが怖いんですかね。それともやっぱりその会社っていうその後々の、うん、やっぱり面倒なことになりたくないっていうことなんですかね。会社で恋愛すると面倒なんですかね。
ね、あ、まあ別れた時めんどくさいっていうのはあるですかね、うん、でも気になるんだったらアタックした方がいい。アタックした方がいい。私はね、私は、うん、気になるんだ。やるだけやってダメだったら普通に、うん、なかったことにしちゃえばいいし、まあ、そうですね、なかったことに、まあね、ノーアクションでどうしようっつって言ってんなら、うん、とりあえず答え出ますもんね。そう、絶対答え出した方がいい気がします。だって顔見るたびになんかポン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 と思い出すわけでしょ。あの時まだドキドキだったのにみたいな。そうですよね。徳さんどうですかこれは。いやだからまあその面倒なことにねしなければいいんじゃないですか。何ですかそんな面倒なことにって。だから大人の姉さん、まあ、男性はねやっぱこうね会社勤めでそのやっぱ社会の中のことをすごく気にするじゃないですか。社会の中でのこう自分の立場とかを、うん、だからまあそこは侵害しないように振る舞って、まあ、だから面倒くさい女にならなければいいんだと思うんですけど。あのちょっと待ってください。めんどくさい女ってどういう。いやだからその何ですか、同じ会社にいるのになんかこうダラダラと揉めるとか、わかんないですけど給湯室とかでちょっと泣いてたりとか、とかね、なんかその周りにちょっとじわじわ分かっちゃうような何かその負のオーラを出したりとか。なるほど、ね、でなんかでもやっぱりでも会社の中で秘密の恋愛とかっていうのも多分、うん、ドキドキする、ね、楽しい部分もきっとある。君これここコピー取ってきてくれないかとか言ってんのに実はまたローを出しましたね。はい、わかりましたとか言って。はいはいはい、こいつとか言ってるわけですから、うん、なんかねそういう楽しい部分もあると思うから、ね、そうですね、ちょっとドキドキ感があってね、うん、男性はどうなんですか逆に手つないだだけじゃそんなに。いやその状況にもよりますよね。なんかこうもうあなんかこうそういういい雰囲気だなってあるなとかって思ってたらあれですけど、うん、全然なんか笑顔とかで普通になるのに急にもしなんか手とか握られてきたりとかしたら、うん、えなんでみたいな、そういうのがそういうのはドキドキしますけどね。知ったって思って手繋いだりするんだ今みんな、そういうシチュエーションで、うん、考えちゃいますね。なんか手なんて繋がれたら、なんかいいですね、楽しそうですね。意識しちゃうかそれは意識します。何にもなかったら手繋ぎませんもんね。そうですよね。そうですね。でしょ、今こうやって話しながら僕どうしますか、テーブルの下がこうやってちょっとやめてよみたいな感じなんじゃないですか。でしょ、そういうことですよね。そうですね、はい、今日一つ覚えたことは、うん、テーブルの下では何が行われてるか分かりません。すごい、ハッシュタグつけてください、ね、まあでも行った方がいいですね。私は行った方がいいと思う。行った方がいいと思います、うん、続いて、こちらはですね相模原にお住まいの方です。ぶっちゃけ、うん、キスが好きです。おお、すごいぶっちゃけですねそんな女性ダメですかと、太郎さんの意見も聞かせてほしいです。トキさんと熊切さんの忘れられないキスは？なるほど、すごいですね。夜っぽいですね。夜ですしね。でもキスが好きってみんなとキスするってことですか、それとも特定の方ですよね。もちろんだ、ちょっとね情報量が少ない、ね、であの電話番号書いて送ってくるよ。そしたら電話するよ。すごい気になる。あ、電話したい。電話したい。ちょっとこれだけじゃ分かんないですよね、うん、ただのキスマなのか、うん、そうなんですよ、どっちだろうと思って、ね、ただキス好きの方なのか、うん、それとも名前はね絶対に匿名でってすでに名前書いてないし名前も何もない、絶対に匿名でしか書いてない。絶対電話してくれないパターン。あと相模原このね、うん、もうご結婚されてる方だったらちょっと私ファミマに行ってくるとか言って、ね、外で結婚されてるんですね。いやそれも何も分かんないんですよ、うん、なのでちょっと曲行って待ってみる、うん、絶対に匿名でで、ね、相模原に住んでるぶっちゃけキスが好きですっていう、うん、ね、はい、方あの、うん、ちょっともうちょっと電話で状況を聞かせてくださいなということで、ちょっと声色変えてね、ちょっとこう、うん、ロー出して、ちょっと声色ロー出して話してください、はい、行ってみていただきたいと思います、はい、そりゃ嫌いって人はそんなにいないと思いますけど ね、うん、ちょっとじゃあ連絡を待ってみましょう。唐突すぎるんですよね。キスがみんなとしてるのどっちなんですか。まあでもとにかくキスが好きなんでしょうでもそういうことでしょうね。そういうことなんですよね。特定の人だったらねそのダメってことはないですよね。ないですね。そうですよね。結構電話ってつながること、つながるってつなげることあるんですか。ありますあります、なんかだから番号を書いてくれてる時もあるし、あとはそ番号書いてない時でもこうやって聞いて、うん、番号教えてみたいな。はいよ、
メッセージを見てみましょうか。あ、私そういえば情報の紙を置いてきちゃった大丈夫ですか。大丈夫大丈夫大丈夫。みんな食べ物は何が好きなんですか。私ですか。タイ料理が好きです。タイ料理、辛いのがいける。大好きです。でもお肉も好きだし。お肉好き。大好きです。さっき言ってた焼き鳥屋さん行きたい。新宿で美味しい焼き鳥なんて聞いたことないんですよ。じゃあ名前覚えてます。ちょっとねなんかさっきちょっと頑張って思い出します。言ってこも名前がね頑張って思い出しますよ行きたいですよ ね行きたいです。そのハイボールの安いところも、ね、そうそうそう、そこの名前も全部そこもあの写真遡ればあるお酒強いんです。僕ですか。僕はそんなにあの日々いっぱい飲まないんですけど、そうですよね、飲み行くときは結構、うん、もうでもあのお肉好きだったらあの僕のお店にも来てください。お店ってあるんですか。渋谷でやってる。渋谷あります。そうそう、なんかちょっと写真がどっかないかな。イタリアンなんですけど、でもパンケーキも、パンケーキ、パンケーキもやってます。なんていうお店ですか。お店は、お店スコッチバンクっていうんです。見てみよう。スコッチも調べよう。こういうこういう、あ、美味しそう。こういうお肉、いい色、美味しそう。赤くていい、あの仕入れてます自分で。あとそれブラジルスタイルですか。これイタリアンなんですけど、ね、あ、そうか、イタリアンってさっきから言ってすいません。あのブラジル出身なんですけど、うんうん、そこはでスコットなんでしたっけ。スコッチバンクです。スコッチバンク、パンケーキこんなの。あとショップカード後で差し上げます。やわらかそう。ぜひぜひ。あ、ツイッターで。そうですそうです。上げてましたよね。その後すぐツイッターやめちゃったから私。銀座にも。気になってたんだ。銀座もやってないです。今は渋谷なんです。あ、そうなんだ。あ、これだ。行きやすい渋谷だったら。あの新南口線路沿いの恵比寿行く途中なんで、うん、並木橋のあたり。ここだ。ぜひ。もしあのもうすごいもうぶっちゃけトークしたいときあの個室もありますけど、あーそう最高ですね個室最高です。パンケーキ美味しそう。ティラミスパンケーキ、そうです。熟成肉、熟成肉って美味しいですよね。ぜひよろしければ。はい、なんかさっきから私いろんなものを落としてって大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。大丈夫。なんかすいません。大丈夫です。行きます。That was Taylor Swift。テイラー・スウィフトの悩みってなんだろう。ね。Blank space をお届けしました。さあ J-Wave Hello World、 今夜はですね、不惑の女性大歓迎女性限定お悩み相談室ということで、先ほどのお悩み絶対に匿名でさん、うん、うんうん、お電話をちょっとかけようと思ったんですけど、はい、やはりその後の帰りがなかったので、まあぶっちゃけキスが好きです、そんな女性はダメですかっていう、こうどういう、うん、どういうキスなのかがちょっとうまく、そうですね、そうです、探れないところ、ね、ありますけど、うん、ダメなわけはないですよね。ダメなわけないでしょ、うん、だけどね、こう不特定多数だとダメかもしれない、ダメかもしれないっていうのはありますけどね。徳さんはキス好きですか。いや、キスそのものでこう誰とでもみたいなことはそれはあんまり考えないですけど、あんまりない忘れられないキスとかあります。うん、キスマンの友達がいて飲み会の時にキスされたんですけど、はい、女の子でそっちかブチューってされて、そっちか、初めて女性とキスしてしました。え、それはそれでどうでした、うん、あのね、いや、その時私もすごいテキーラをいっぱい飲んでて、ええ、フラフラで、で翌朝あれ昨日誰かとキスした気がする、うわ怖っと思って、そしたら女の子だったっていう、あ、そういうオチだった。そうそうそう、あまり詳細は覚えてないけど、詳細覚えてないですけど、うん、結構衝撃的でしたね、やっぱり ね、やっぱ同性、うん、突然のキスっていうのはね怖いですね、それはね、うん、いや、すごい上手な答え方だなと思って、ね、私も思いましたいやいやいや、そういうこと、上手下手じゃなくて上手下手マキリさんはキス好きですか。その特定の、はい、特定、不特定の方とは、そういう意味じゃない、じゃなくてです、ちょっとシンプル、うん、嫌いな人いないです。そうですね。忘れられないキス、うん。そんなないです。ないですか。忘れちゃうんですか。
忘れちゃうんですかってね。この人ね、もうちょっと、はい、詳細教えてほしかった。あります、忘れられないです。はい、この間人生で初めてキスシーンをやったんですよ。あ、わあ、それはすごい忘れられないかも。人前でキスっていうのが、キスシーン、それは何ですか。こう映画なんですけど、来年春公開の映画で初めてキスシーン、うんうん、そういう時ってちゃんと本当にキスしてるんですか。私もね、中くらいだと思ったんですよ、うん、鳥のさえずりみたいな中くらいかと思ったら、全然なんか結構長いことチューするからびっくりしちゃってそれも出ちゃいますね、演技に結構長かった。しかもあれ、じゃあテイク23みたいな、休憩挟もっかみたいな。すごい、それはなんかいろんな意味でドキドキしました。そういう時ってもう、うん、はい、いきなりもうはい本番なんですか、それともとりあえず。あ、もう本番でした。まあ練習は来年本番みたいな感じでした。さすがにそれは、はい、じゃあ一発テイクで大丈夫。一発でしたね。はあ、やっぱもう二度目だと、もうなんかそのドキドキ感とかそういうのがちょっとあれなんでしょうね。前の日とかに友達とかに聞きましたね、それキスシーンをしたことある子に、うん、どんな感じなのみたいな感じで、うんうん、なんか緊張するって言ったら、でも演技だからって言ったけど、私はすごい緊張しました。しかも、うん、長いのは向こうが、うん、長かった、あれ、あ、こうなんですか、ね、離れる感じがなかった、離れる感じがなかったんですか。まだしてた方がいいのかなみたいな。なんか監督さんの OK が出るまでがすごい長くてびっくりしたの長いってどのぐらいですか。いや、もう全然なんか思え、自分の中で長かったけど実際短かったかもしれないし、分かるんですけど、まあ、うんうん、好きになっちゃったりしないんですか。なんかなりだいぶだったですけど、うんうん、でもドキドキしました、ね、ドキドキはしますよ ね、 それね、すごいドキドキしました。そんな、ね、映画の共演相手ですからね、かっこいい方でいらっしゃると思いますしね、はいはい、というわけでございましてね、まあいろいろ皆さんにもね、送っていただきまして、今日お悩みにお答えいただきましたけど、うんうん、はい、もう一ついきましょうか、うんうん、はい、どうしよう、あ、わ、ズバリで、今日なんかズバリですけどみたいな多いね。私胸が小さいです。大きくなるために一通りの努力をしてきました。年齢21、まだいけますかね、身長は161、体重49、家計的には小胸ですっていう。小胸、いけると思いますよ。いけますか。太ればいいと思います。わかります、ね、太れば、え、太ればいい、太るたびにやっぱり大きくなると思う私の高校生の時にめちゃくちゃ太ったんですよ、はい、でめちゃくちゃ太って、で、うん、またスッと若いからスッと痩せたんです、はい、自然に痩せたんですけど、うん、胸だけ残ったんですよね、うん、私もそれすごいですね。私も中3の時に脅威61だったんですよ、うん、ええ、61なんか、ちょっとよくわかんないんですけど、61だったらみんなのウエストで、うん、一応身体測定みたいなのの髪とかでも、もう誰よりもちっちゃくて、あだ名がペチャパイコとか言われてた時期があって、本当気にしたんですけど10キロ太ったんです、高校で怪我した時に。でそっから痩せたけど胸は残りました。おー、すごい、2人して同じ。いや、本当それその話また新宿の喫茶店で盛り上がりそうですね。21だから、難しいですよね。太った後痩せなきゃいけないっていうタスク残ってますから、うんうん、でも若いからすぐ痩せますよ。そうですよ、まあ、そうですよね、うん、そう、ちょっと運動したりしたら、はい、ということで一度ちょっとこう太っていただいて、うんうん、だってないとこにつきようがないわけですからね。それです。まずは土台を作って、うん、はい、そこから、はい、今日一番いい答え出たりしますね。来てよかったです。ここにじゃあ最後に僕はここにちょっとだけプラスしていいですか。いいです。なんかね、公園の砂場にね、うん、乾いた砂をポッてやっても山ができないのと一緒で、うん、胸を大きくしたい人はまずこう胸筋を少しつけてあげて、それでお肉をつけてあげるとうまく上に積まれるって、そのバストアップの先生が言ってました。へ、なんで俺がこんなんで締めるんだって、はい、まさかの太郎さん締め。すいません、失礼いたしました。さあ、残念ながらですね、はい、お二人そろそろお別れのお時間ということなんですけど、はい、お知らせございましたら。はい、あ、じゃあ私トキアサコから、はい、ワンマンライブ、ワンマンツアーがありまして、うん、トキアサコライブツアー2015ビタースイート、詩いわく詩中にして、惑わずアサコいわく惑うなら今だしっていう長いんですけど、まあね、不惑の女性たち今だよ迷うならっていう。で東京は10月31日土曜日、日本橋三井ホールです、うん、で追加公演もありまして、あります、12月21日月曜日渋谷 www で、これはスタンディングのライブになってます、はい、あと LINE スタンプが発売中なので、はい、特産スタンプ、私が書いたんですよ、全部自分で全部書いた、全部この iPhone で指で書いて、はい、だから画面いっちゃってんですか。
でもこの行った画面で全部書いて本当に、はい、トキさんスタンプひよこ劇場っていう、はい、トキスタ、はい、トキあそこで検索する。あ、わかりました。へえ、すごい。もう絶対ゲットします。興味ある。いい、ね、怖い。ぜひぜひ、はい、ありがとうございます、はい、そして熊切さん。私は近々だと8月8日テレ東さんでウォーキングバイシクルで巡る離島ぐるり旅っていうのが18時半から安藤美希ちゃんと2人で行ってきたんですけど、はい、ですか、はい、見てください。離島を巡ってきました。いい、ね、そしてもう来年の春にはね、はい、映画がそうですよ、ちょっと、ね、聞いちゃった、ね、映画がある、あるらしいっていうことで頑張りました。ちょっとちょっとね、はい、頑張ったキスシーンもぜひチェックしてください。見たい。というわけで今夜のゲストは時あさこさん、そして熊切あさみさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。